私の出番じゃなさそうね。いや、ちょうどいいところに来た。システム時間23時47分15秒。時間通りだ、カフカ。エリオが見る未来に間違いはないわ。さっきの爆発は何かしら？あれも彼の脚本に含まれているの？うん。システム時間23時44分59秒。爆発による衝撃波でメイン制御システムの大部分がダウン。と書いてある。君がやったの？半物質レギオンがやった。奴らはシステムにおける2時間前に宇宙ステーションに侵入した。私たちはレギオンと交戦するかしら？わからない。エリオは何も言ってない。重要なことではないみたい。了解。じゃあここからの行動は私が引き継ぐわ。了解。今度こそ私を楽しませてくれる？ここまでの行動は本当に退屈だった。ごめんね。今日の任務はすごく退屈なの。ただ目標を入れるだけだから。でも、楽しみを見出したいのなら邪魔はしないわ。だって。だって、エリオの脚本にないものを。どうだっていいもの。呼吸するその感覚覚えておいて。一瞬よ。これはヘルターかしら。うん、若いのね。前琥珀期の時点ですでに有名だったわよね。もう100歳は超えてるんじゃないかしら。彼女は天才クラブのメンバーだ。その上知恵のヌースの司令でもある。不老不死なんて造作もないんじゃない？私の記憶によればクラブの歴史に名を残した80数名のうち大半は天寿を全うしてたけど、そういえば数日しか生きることができなかったやつもいたわよね。名前覚えて？そう。でも珍しいことでもない。ゲームに登場する化け物なんかも不老不死とか言ってすぐ主人公にやられてるし、長生きがいいこととは限らないでしょ。長生きがいいこととは限らないなんて、同盟のことを言ってるの？半物質レギオンっていつの間にこんなに弱くなったのかしら。私が引き寄せられる兵力はこれだけ。あなたもここがレギオンの主力に狙われるのはごめんでしょ。こんな奴らじゃ列車の連中を食い止めるのは無理ね。安心して、終末獣も一匹来てるから。ないわ。素晴らしい時はやがて過ぎ去る。お別れの時間よ。
後始末は私の仕事じゃない。そうでしょ、カッカ。もういいじゃない。で、さっきのはどこにあったの、銀狼？座標は適当に決めた。こだわりはない。あのボイドレンジャーの行く先が気になるの？全然気にしてないわ。ただ何回見ても君のやり方って不思議だなって思っただけよ。現実データを修正しているだけ。言及する価値はない。さっきから何を見てるの？そんなに面白いのかしら。ヘルタのおもちゃ、宇宙ステーションに収集してある器物のリスト。興味深いものがたくさんある。例えば？この銃は照準に入った生物に0から100まで点数をつけることができる。それのどこが興味深いのよ。自分の点数が気にならない？私はかなり知りたい。そう、じゃあ道中見つけたら試してみましょう。目標地点はどこかしら？左の扉の奥の通路を進むと何らかの器物が置かれた部屋がある。性格はそこにあるの？それが性格がどこにあるか教えてくれる。役に立たない刑事ね。知恵の従者たちは何を考えているのやら。よっ。はっ。刑事、もう少し多くてもいいのに。よっ。この先は宇宙ステーションの中心エリアだ。反物質レギオンのボイドレンジャーがたくさんいるはず。そう。私を楽しませてくれる？はっ。落ち着いて。バトル体験を改善しないと。このスピードで？遅すぎる。止まって、前に何かいるわ。どうやら待ち伏せされていたのは私たちみたい。でも残念なことに囲まれたのは彼らね。呼吸するその感覚覚えておいて。こんなすぐ餌にかかるなんてね。
お別れの時間よ。誰もいないわ。ちゃんと避難したのね。ヘルタが自ら指示したのかしら。訪問ログを見るとこの女は半年間ここに来ていない。避難作業は彼女の代理アスターという人が指揮したみたい。聞いたことない名前ね。あ、確かエリオは私たちがヘルタに会うことはないって言っていたわ。ということ性格はどこ？エリオの脚本に性格の具体的な位置は書かれてない。つまり彼の見た未来で。私たちは物理的な移動手段で性格を見つけるわけじゃない。この宇宙ステーションには信じられないようなものが多くあるから、そういった奇物があってもおかしくはない。奇物で奇物を隠す。確かにあの女がやりそうなことね。で、ずっとリストを見てるけど、手がかりは見つけたのよね。必要な手がかりは全て揃っている。あとはちょっとしたテクニックを駆使するだけ。部屋にある端末設備を調べて、そこに奇物があるかもしれない。わかったわ。君のパフォーマンスを見せてもらうわね。宇宙ステーションの隅々まで映ってるけど、性格は見当たらないわね。あったとしても罠のはず。ヘルタの収集しているものが見えるところに置いてあるわけがない。あら、この端末メモリーがなくなってる。ここは監視室。データを削除して逃げたんだと思う。よくあること。こうやって探してても効率が悪い。もうこっちに来て。で、どうするつもり？君の案を聞かせてもらおうかしら。監視システムをハッキングする。なるほどね。ヘルタの収集品はシステムから独立している。つまり影響を受けなかったところがターゲットってわけね。シンプルだけど効果はある。ほら、見つけた。これは奇物ナンバー211ブラインドゾーン。簡単な光の屈折によりエリア内の物体を視認しにくくするけど、他の物体が目立たなくなった途端その姿は浮き彫りになる。ヘルタってば、こんなチャチなおもちゃを使って自分のお宝を隠してるの？簡単なトリックほど見破りにくい。私たちのモットーでもあるでしょ。また変なものが増えたね。普通のホログラフィーに見えるけど、殻に覆われている。通ってみましょう。大丈夫、こんなところで倒れるなんてことないから。へえ、さ
すが天才クラブのメンバーってところかしら。性格はすぐそこだ。急ごう。独立した防御システムがある。どうやらヘルタにとって性格は一般的な収集品とは違うみたい。取り出せる？もちろん。ヘルタが天才だとしてもハッカーの領域では私にかなわない。さすがね。じゃあ媒体の準備も任せるわ。媒体の準備ができた。あなたが決めて。ヘリオが言っていたわ。この選択は多くの変化をもたらすって。ヘリオはこの選択を下すのはあなたでないといけないとも言っていた。彼に新しい名前をつける？そうね。これでいいわ。どれくらい記憶が残ってるの彼？少なくともあなたのことは覚えてる。お目覚めの時間よ。よかった、私を覚えているのね。聞いて、今とても混乱しているわよね。自分が誰でなぜここにいるのか、これからどうすればいいのかわからない。私を知っている気がするけど信用していいかわからない。でも、これらは重要じゃない。重要なのは、私は君を一人、この宇宙ステーションに残して立ち去ること。だから、今からはもう過去のことを考えたり、自分を疑ったりする必要はないわ。聞いて。これから君は、数えきれないほど危険な目にあって、恐ろしい状況に身を置くことになる。でも美しい出来事にもたくさん出会うわ。家族旅の終わりには君を悩ませてきた全ての謎が解き明かされるの。これがエリオの予見、そして君がたどり着く未来よ。気に入ったかしら。次の場所へ。用意された未来のために道を切り開くわ。錦織のように君と私は一度に一本の金糸しか折れないけど、それはやがて美しい文様になるわ。もういいでしょ。脚本によれば請求列車の人たちがもうすぐ来る。私たちは彼らと遭遇すべきではない。わかってるわ銀狼。もう少し、もう少しだけよ。もう時間みたい。私は行くわ。聞いて、すぐに誰かが見つけてくれるから彼らについていくといいわ。君は私以外の全てを忘れる。選択の機会があるときに自分が後悔するようなことはしちゃダメよ。このものの座標は宇宙ステーションから発信されたものじゃない。こんな時にまだそんなこと気にしてるの？うちらの目の前にいるのは生きた人間、これだけは間違いないでしょ。心拍、脈拍ともに弱いな。美月、人工呼吸の準備を。え？うちが？うちは経験不足だから炭鉱
方がやってよ。待って、起きたよ。大丈夫？うちの声は聞こえる？自分の名前は覚えてる？それは相当まずいね。頑張って思い出せない？あんたの名前は。よろしく頼む。俺はタンコ、こっちは三月なのかだ。この宇宙ステーションは反物質レギオンの襲撃に遭い、俺たちはアスター所長の依頼を受けて救援に来たんだ。壊滅のナヌークの手下だよ。あんた運がいいね。一番危険な絶滅大群は近くにいないし、ここにいるのはあっちこっちで悪さしてる幽兵たちだけみたい。うちらがすぐに侵入者をやっつけるから心配しないでね。そうそう、ピンクの髪で背はあんまり高くない可愛い女の子、ミス・ヘルタが代理社長に任命したの。あの子威厳がなさすぎるよ。ここのスタッフでさえ彼女の名前を知らないなんて。主制御部分に戻るんだ。アスター所長と避難した研究員がそこにいる。請求列車も近くに止まってるよ。だからモンスターの襲撃は心配しないで。うちらがこのピンチを解決するから。うちと炭鉱は請求列車の乗員だよ。よろしくね。列車とミス・ヘルタは親交がある。だから俺たちは時折ここに少し泊まるんだ。もし何か問題が起きれば正義の列車組が必ず手を差し伸べるんだよ。え、見たことないの？たまに宇宙ステーションに列車が来てるでしょ。神秘的な列車で開拓のアイウォーンの力を宿している。宇宙を渡り歩くことができるものだ。主制御部分に戻ったら見せてあげるよ。お前は美月と一緒に行け。防衛課のアーランとの連絡がこの付近で途絶えた。俺は彼を探して連れ戻す。そっか、分かった。気をつけてね。そうだ、これを渡しとくね。レギオンは宇宙ステーションで好き放題してるから、退路も安全とは言い切れない。護身用に武器は持っておいた方が安心でしょ。ただのアドバイスだよ。大丈夫、あんたにはうちがついてるから。ものがたくさんあるでしょ。これらはいわゆる器物。ヘルタはこういうものを集めるだけ集めて使わないんだ。だからどれも埃をかぶってるの。意味わかんないよね。
あいつら逃げてきたんだ。うちが懲らしめてやるから見ててね。うちの出番。作戦続行。おお、人って見た目によらないんだね。あんた戦闘に慣れてるじゃん。で真ん中のエレベーターから下に降りて主制御部分を目指そう。道は知ってる？あれ？そういえばあんた宇宙ステーションの制服を着てないけど、本当にここの人なの？記憶喪失？やっぱり怪我してるみたいだね。まあいいよ、もう聞かないよ。行こう、うちが無事に送ってあげるから。壊れてるみたい。ボタンが反応しないの。ここに万能な炭鉱先生がいればよかったのに。炭鉱はね、不思議なことをたくさん知ってて、エレベーターも直せる。それは俺でも無理だ。え？なんでここにいるの？どうしてうちらより早いの？別の通路を通って一つ上の階から来た。ちょうど監視室からお前たちが見えたんだ。アーランは監視室にいた。少し負傷していたが命に別状はない。見つけたんだね。アーランはこのエレベーターの動かし方を知ってるかな？防衛課の責任者だから知っているだろう。じゃあ彼と合流しよう。
どけ。騒ぎを起こしたくはない。たまには真面目に行こうか。うちの取っておきをくれ。うちってはなかなかやらしいわ。始めるか。うち、今回は足を引っ張ってないでしょ。貴様たちは仲間なのか。そうだよ。うちもこの人も請求列車の乗員だから安心して。ああ、ミス・ヘルタが支援に来るよう要請したのか。ただの偶然だ。ミス・ヘルタが列車に依頼した異物を入手したため、約束通り届けに戻ってきたに過ぎない。それ、なんで反物質レギオンに目をつけられたの。あいつら宇宙ステーションをターゲットにしてて、星の地表には全く興味なさそうだけど。俺にも見当がつかない。レギオンの到来は不審な点が多い。ステーション内の防衛システムが突然ダウンし、しばらくしたら奴らが現れたんだ。お嬢様、アスター所長はまず人員を避難させ、俺は避難者の援護を任された。だが最後に油断してしまってな。自分を責めるな。お前は足と利き手を負傷している。ここに身を隠してレギオンとの交戦を避けたのは十分に冷静な判断だ。そうそう、ほとんどの人は避難したし、今の課題は主制御部分に戻って反撃することだよ。だからそのエレベーターの使い方知ってる？起動できないんだよね。避難完了後、レギオンに主制御部分へ攻め込まれるのを防ぐため、エレベーターの権限は一時的に遮断されたんだ。アスターお嬢様から俺を探すよう依頼された時、解除用の暗号キーを渡されなかったか。確かカードを1枚渡されたような。美月、どこにしまったか忘れちゃった。おい、あったあった。お前というやつは。キーが見つかったのなら行動を開始しよう。エレベーターの権限はあっちにある操作台で解除できる。行くぞ。待て。最上層のエレベーターの入り口だけ起動させた。そこから行くぞ。レギオンがエレベーターを使って主制御部分に侵入することは絶対に避けなければならない。俺はカインの安全を最優先する必要がある。だから貴様らには少しだけ回り道してもらう。苦労をかけるな。貴様らってどういうこと？アーランは一緒じゃないの？俺は思うように動けない。貴様らの足を引っ張ってしまうだろう。俺はここに残って、そっちが無事に到着した後に再度権限を封じる。その心配は必要ない。エレベーターの権限は主制御部分からでも操作できるのだろう。そうだよ。うちら二人でここまで来れたんだから。それに炭鉱もいるんだし、そこまでしなくても大丈夫。反物質レギオンはうちらに任せて、アーランは自分のことだけに集中すればいいよ。気の使い方がおかしいでしょ。ありがとう。
どけ。騒ぎ起こしたからな。ルールは破るためにある。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。争いに意味はない。生死と実一年もまない。同点的超無一角。即戦即決でいこう。どけ、騒ぎ起こしたくない。ブリッジが閉まっている。ああ、これで多少は敵を足止めできる。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。ねえ、このキラキラしたのってまさか光塩水？スターピースカンパニーにしかないやつだよね。いや、光塩水はガーデンオブリコレクションの技術だ。記憶を身につけることができるため、かなりの力を持つ強化型の器物だと言われている。カンパニーが大金を支払って利用権を購入したらしいが、これら光塩水の入手先はどれも真っ当だ。だが俺の口からはここまでしか言えない。あんまり敵に遭遇しなかったね。あ、声に出して言っちゃうとヤバい気がしてきた。成長したということだな、美月。1年の前、同点経験、超密着。
うちのとっておきを食らえ。即戦速決行。毎度こんなスリルを味わうなんて、ま、帰ってこられたし、結果オーライね。美月ちゃん、タンコ、お疲れ様。姫子、もっと早く来て。最後に相手した半物質レギオンはバッタみたいだったんだよ。うちは弓を使ってるし、すごく苦労したんだからね。早く来ても意味がないわよ。私のレールガンなら確かに一掃できるけど、ヘルタが戻ってきて宇宙ステーションの現状を見たら絶対に私を責めるでしょ。大丈夫アーラン、アスターが心配していたわよ。大した怪我じゃない。傷口に包帯を巻けばいい。感謝する。俺は先にアスター所長に状況を報告しに行く。じゃあな。はじめまして。私は姫子。請求列車のナビゲーターよ。つまり、列車の全行動は姫子の言う通りってこと。ここまで来る間、美月ちゃんに迷惑をかけられなかった？あんた、ちゃんと考えてから答えてよね。性格なの？今回は騒ぎを起こさなかったし、慣れればいいんだよ。ほら、炭鉱は慣れてるよね。俺には黙秘権がある。若者はすぐに打ち解けるわね。あんたたちもう仲良くなってるじゃない。行くわよ。アスターがあんたたちを心配してるわ。追跡は正常。テレメトリ信号の周波数は高いわ。平均水準を必ず維持して。予測によるとレギオンの攻撃は10倍以上ある。みんな持ちこたえるのよ。アスター所長、戻ったよ。はぁ、みんな無事ならよかった。アーランもさっき戻ってきて収容部分でのことを教えてくれたわ。それに彼の傷、あなたたちが助けてくれたおかげね。災害発生時、ステーションの最も貴重な資産はスタッフであることを身をもって実感するわ。はぁ、不測の事態への備えがあまりにも不十分だった。セキュリティや戦闘員の育成もおろそかだったわ。でもあなたたち請求列車の乗員はみんな非凡な能力がある。
今の宇宙ステーションの状況はどうだ？今のところ状況はコントロールできているわ。セキュリティシステムの被害は軽微で、侵入者もほんの一部のコアデータを書き換えただけだから修復は簡単だった。潜在的なリスクはスタッフたちにあるわ。彼らはミス・ヘルタをとても信頼していて、宇宙ステーションがレギオンに制圧されるなんて考えもしていなかったのよ。肉体的な傷よりも精神的なパニックの方が恐ろしいでしょ。私たちがスタッフと話してみるわ。こんな時に宇宙ステーション内で再び予想外のことが起きるなんて誰も望んでいないもの。何回もメールを出したけど音沙汰なしよ。姫子さんも彼女のことをよく知っているでしょ。宇宙ステーションは彼女の追従者と器物の倉庫でしかないわ。全く気にかけていないの。思った通りね。大丈夫、私の方からもヘルタにメールを送るわ。彼女、それはとても助かるわ。こんにちは。何か知りたいことがあるの？ここは宇宙ステーションヘルタ。もちろんその所有権は偉大なるミス・ヘルタにあるわ。ヘルタはもともと器物と異物の保管庫として作られたの。でもミス・ヘルタの追従者たちが管理と研究に参加して、ここは次第に科学研究基地になっていった。あなたたちが通り抜けてきた収容部分には多くの器物と異物が収蔵されていて、研究の中心的な場所になっているわ。今私たちがいるのは主制御部分で、宇宙ステーションの制御中枢よ。このステーション内にはミス・ヘルタのプライベートルームがあって、中には最も貴重で軽で危険な収集品があると言われている。彼女の性格からしてその可能性は高いわ。彼女はほとんどのことを所長の私に言っていないのよ。私は宇宙ステーションヘルタの所長。でも実際はミス・ヘルタの代わりにここを管理するだけの人間よ。ミス・ヘルタは天才だけど、バラバラのスタッフを管理したり、宇宙ステーションを代表して直接かつ丁寧に博識学会の難癖に対応することは彼女の能力を超えているの。たまたまその部分は私が対処に向いていたのよ。学者たちの対応は家の口うるさい老いぼれたちより簡単なの。彼らがいくら、天文学はあくまで観測の学問であり経済的な価値を生み出すものではないと口にしても、ミス・ヘルタを目の前にして同じことを言えるかしら。たとえどんな難題でもミス・ヘルタの意思だって言えばいいのよ。ヘルタ本人こそ知識の価値の象徴だもの。彼女のおかげで私は星を数えながら寝られるのよ。そうじゃないとかえって家業を継がないといけなかった。考えるだけでも恐ろしいわ。アーランは休憩区で傷の手当てをしてるわ。彼は自分の限界をよく知ってる。もしまだ痩せ我慢をするのなら、後でちゃんと叱らないとね。私結構怒ってるのよ。スタッフ全員の避難が終わっているのに、彼は命令を聞かず、もう一度収容部分を捜索すると言って譲らなかった。彼が誰一人として犠牲にしたくないのは理解できるわ。防衛課は彼にとってただの仕事じゃない。アーランは怪我をしても気にしないの。彼は他人を守れるかどうかだけを気にする。そうして初めて認めてもらえると感じているの。彼の気持ちもわからなくはないけど、やっぱり自分を大切にしてほしいのよ。ミス・ヘルタね。彼女は天才クラブの会員で、
知恵のアイオンお気に入りの天の長寿よ。ヌースが誕生して以来、そんな人間は84人しかいないわ。だからミス・ヘルタはとても気まぐれで、興味のあることしかやらないし、興味がなくなったらすぐに離れるの。この宇宙ステーションもその産物なのよ。少し前に彼女の原稿を参考資料として借りたわ。まだ主制御部分にあるはずよ。興味があるのなら見てみてね。あなたとのおしゃべりで少し気分が落ち着いたわ。やっぱり人との交流は気分を向上させるのね。どうしたのかしら？興味津々のようね。宇宙を走る列車よ。もっと言えば、星宮列車は開拓のアイオンのアキビリがかつて乗っていた列車なの。開拓、アイオン、アキビリが何なのかについては、ここのことが落ち着いてから話すわね。いきなりたくさんの名詞を言われても困るでしょ？公園水はガーデン・オブ・リコレクションが発明したものよ。記憶のアイオンの追従者たちは、記憶の断片を抽出して公園水を作り、保存することに成功した。もう分かったでしょ？公園水が記憶を残すことができるなら、経験や能力も残せる。だから、公園水は非常に貴重な器物で、スターピースカンパニーでは二級完成の流通商品なのよ。私が知る限り、スターピースカンパニーだけが、ガーデン・オブ・リコレクション公認の公園水化技術を獲得しているわ。ヘルタが彼らとどんな交渉をしたのかわからないけど、彼女の性格からして、おそらく正規の方法ではない。どの公園水も大切にするのよ。それらは元の持ち主にとってはとても大切な記憶なのだから。ううん、私はあんたについて何も知らないわ。でもその雰囲気には覚えがある。あんたに関して心当たりはあるけど、確証が何もないから、今はこの小さな秘密は秘めたままにしておくわね。自分の過去がそんなに気になる？あんたは過去より未来を気にするタイプだと思ってた。私がそういうタイプだからかしら。何かあればいつでも聞きに来てちょうだい。スタッフのケアはお願いね。何か質問があれば私や姫子さんに聞いて。私、もし俺がもっと早く半物質レギオンに気づいていれば。大丈夫だ。このくらいの痛みなんて何ともない。とっくに慣れている。他の者たちを守って負った傷なら誇れるものだ。今言ったことはアスター所長には言うな。やはり数名のスタッフが不幸に見舞われた。他のスタッフは大部分が軽傷だが、俺は彼らの精神状態が心配だ。ほとんどの者はミス・ヘルタを慕ってこの宇宙ステーションに来たが、今は彼女と連絡がつかない。家族と連絡を取る余裕もないんだ。彼らがこの危機を乗り越えられるといいんだが。俺がアスター所長に初めて会った時、彼女は大企業のお嬢様だった。俺には彼女に恩がある。だから彼女が宇宙ステーションに来た時、俺もついてきたんだ。研究はよくわからない。だが研究を大切にしている人たちを守り、彼らが研究を順調に終えられたらそれでいい。
この騒動が早く収まることを祈ろう。執念は形あり手となり、赤日の最悪は天を覆い隠す王となる。バイオーンの機密書物の内容と一致する。あれは壊滅のナヌークの追従者、反物質を鍛えてできた銀河戦争の兵器。まさかこの目で見ることができるなんて。あなたもバイオーンの権威と奇跡を見に来たの？だったらあっちに行って、ほら、あそこにいい場所がある。生身で観測するときは交差干渉に気をつけて、じゃないと細胞を逃してしまうことがある。バイオーンの次元はとてもかすかな兆候しかない。絶対に見逃さないで。ヒーラ、見たかい？歴史はいつも繰り返す。歴史？ガン、宇宙ステーションでこれほど大きな騒ぎを見たのは初めてです。ヒーラ、君は僕らを助けに戻ってきてくれるかい？僕らが同じような危機に面したとき、もし当時の君が母なる星の救済に成功していたら。母なる星？私の母なる星？すみません、よくわかりません。大丈夫だ。もしヒーラに聞こえたら、彼女には理解できる。バーを下げて、アルフレッド。あ、ごめんなさい、人違いだったわ。ありがとう、若い人。私たちは今、衛星遠隔計測の事前調節をしているの。私が信号を観測するボタンを押すから、あなたは言った手順に従ってバーを動かして。先にバーの方向について説明するわね。上は周波数帯メーター、下は露波器、左は参考レベル、右は減衰器よ。私たちの事前調節には3つの手順があるの。まずは周波数帯メーターをオンにする。その次は減衰器で、最後に信号を露波器に出力するの。内容が多かったかしら？覚えられた？準備はできた？ 3、2、1。 完璧よ、ありがとう。助かったわ、若い人。もともとこの部分を担当するのはアルフレッドだったんだけど、さっきまで収容部分にいて、まだ戻ってきてないのよ。エイブラハムと彼は仲が良かったから、このことを彼にどうやって伝えればいいのかしら。宇宙ステーション維持するのが最優先だから、まずは目の前のことに集中するわ。今、全てのスタッフはここに避難している。しかし、宇宙ステーションにある人外生物を誰も考慮していないのが現状だ。あれらは確かに収集された器物だが、生命じゃないのか？あれらは権利や保障を得ることができないのか？そう、人外生物。人類とは異なる生命体のことだ。中には器物として宇宙ステーションに収容されているものもあるが、大部分のスタッフはそれらの基本的な権利を無視している。このような危機的状況になっても、彼らの思考は相変わらず甘い。だがこの俺、ベルタ銀河法制化を優秀な研究スタッフであるルカーチには、あの見て見ぬふりをしている者たちの目を覚ますという責任がある。もしお前が俺の活動に興味があるのなら、俺のそばで共に旗を振り、声を上げよう。器物の権利を守れ、人外生物を救うんだ。一緒に器物の権利を守れ。よくやった、どう？器物の権利を守れ。なんで僕の担当期間中にデニモがモンスターに突破されるんだ。ありえない。これは僕のせいじゃない。怪我？宇宙ステーションの防護網の第一システムは半熟かもしれませんね。それに、
ゃん。もう行くぞ。逃げるんだ。私はここを離れる。いや、私は逃げられない。昨日と今日から逃げられても明日からは逃げられない。見たまえ。バリア識別端末は 142,856 回の攻撃を記録している。次の数字は 142,857 回だ。私は信じている。この絶望的な美しい走馬灯の数を見たとき、私の人生もその最後にたどり着くのだろう。なんて哲学的な言葉だろう。その通り、死に近づいた瞬間にこそ今が生の瞬間なのだと気づけるんだ。元気を出さなくてはな。感謝する、善良な人よ。宇宙ステーションを襲撃。ああ、お前何歳。もう泣くなよ。うわあなたたちは行きなさい。ここは私が。でも行きましょう。通信が切れたわ。戻るのか。言っておくが、あれは終末銃、レギオンの対天体兵器だ。この宇宙ステーションを建てたのはヘルタよ。絶滅大君が手を出してこない限りここは安全だわ。でもうちらがこのまま逃げるわけにはいかないでしょ。終末銃は軽々とシールドを引き裂いているし、今はミスヘルタもいない。半物質レギオンにとってここの防御システムはあまりに脆弱だ。レギオンにはアイウォーン・ナヌークの祝福がある。それに準備も整えてきているはずだ。ここの人たちでは守りきれない。だからこそ私たちは必ずここを離れなければならない。それも。ん？なるほど。彼は重要な存在なんだな。彼は突破口なのよ。もちろん私の勘違いってこともあるけど。そうか、分かった。次は何をすればいい？ここはメンテナンス課のスタッフが働くサポート部分で、最寄りのホームに行けるようになってるの。そこでベルトと合流しましょう。幼児ちゃん？幼児ちゃんが来てるの？列車に残ってたんじゃなかったっけ？俺たちの行動は請求列車のメーターに瞬時に記録される。宇宙ステーションでこれだけの騒ぎが起きていれば、ベルトさんも嫌でも気がつくだろう。ええ、私が保証するわ。あんたたちの幼児ちゃんは今頃こっちに向かってる最中だってね。今なら終末銃さえ何とかすればいいけど、もし壊滅の指令まで来たら。まずはここを離れましょう。その後でちゃんと説明してあげるわ。
自分の意志で結末にたどり着いてみせる。出口はあっちだけど、どうやって行けばいいの？逃がさないわ。やっ、自分の意志で結末にたどり着いてみせる。対処法を考えよう。いい感じだ。あと少しだ。逃がさないわ。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。いい感じだ。ホームが見えてきた。やったね。
列車はまだ来ていないな。近くまで来てるって。うち目がいいから先に行って見てくるよ。待て、見つけ。終末獣、本当に追ってくるなんてね。ほら、かかってこい。みんな気をつけて。真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。ふっ、逃がさないわ。下手に動くな。即戦即決といこう。くらえ。ああ、ルールは破るためにある。逃がさないわ。戦闘は精巧なデザインなの。もちろん誰でも構わないわ。どけ、騒ぎを起こしたくはない。はっ、せっ、はっ、うちの出番。いや、お前の番だ。ちゃんと直さないと。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もいい。争いに意味はない。せいはっ、うちに出くわすなんて。こら、戦闘は精巧なデザインなの。ふっ、いや、今祝福してあげるから。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。逃がさないわ。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。ふっ、はっ、ルールは破るためにある。
ちゃんと直さないと。逃がさないわ。どけ。騒ぎを起こしたくはない。殴ったね。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もね。いや、戦闘は精巧なデザインなの。ふっ、ふっ、今だ。逃がさない。うちに出くわすなんてついてない。ほら、始めるか。ちゃんと直さないと。もちろん誰でも構わないわ。逃がさないわ。これは、さあ、あの瞬間に誰、自らの意志であの結末にたどり着くため、おじちゃん、彼。もう大丈夫だ。場所を変えて話そう。